はい、こんにちは。ごきげんよう。ここは京丹後ですね。の海に釣れない釣りに来ました。早速これは釣れないパターンで、ジグ投げようかなと思ったんですけど、ね、ターゲットからしてブレブレなのだ。生温かく見守ってやるのだ。はいはい、なさそうな気がしたんで、エギやってみたいと思います。一匹も釣ったことがない私がやってきましたよということで。いっぱいも釣ったことがないの？いや、風も特にエギングは皆無なのだ。若干ウネリみたいなのが入ってますね。さっきセリアで買ったエギです。使っているエギでお察しなのだ。とはね、そんなともない。なんか皆さん深瀬やってるみたいですね。あの向こうにいる人もあれ深瀬っぽいです。深瀬釣りなんて意外ね。チヌかな。想像以上にとはね、イカがどんな当たりするかもよく分かってないですからね。皆目見当がついていないのだ。釣れる気がしない。あったかいですけどね、もう蚊が出てますね。いや、蚊はたまらんな。海でも結構蚊に刺されるのよね。磯場の方になってまいりました。海でも虫よけ必須なのだ。全く当てがわからないですね。イカを釣ってるんで、場所が悪いのか何が悪いのか全く皆目見当もつかないですね。間違いなく腕の問題ね。せっかく磯に来たんで、その方に出てみましょう。深瀬釣り以外の人ね、いるかもしれませんからね。平日なので磯は空いているのだ。何が狙えるのかっていうのは大体わかりますからね。はい、突端の方に来てみました。塩これだいぶ引いてんですね。イカらしきものはない。ひょー、結構来るやんけ。風は弱いけどうねりがあるわね。注意が必要なのだ。結構気張りますね、こっち。あんまり前行くの恐ろしいので、この辺りからひょこ。風ないけどなんかうねり入ってますね。なんか低気圧とかその系のやつですかね。右に上げてるのがバカらしくなるような無反応さですね。釣ったことないから、エギのいい感じって全くわからないんですよね。ヤニワニ何でもいいから抱いてこないかな。適当な釣りなのだ。太陽は暖かいですけど風は弱いんですけどね。それでもやっぱりちょっと服を通じて感じるのは、はい、ちょっと涼しいですね。やっぱり日本海なんで太平洋岸ほどやっぱり温まってないですね。この日は冷たかったわね。釣れない時は特にそう感じるのだ。いや、釣れたらどんな感じするのかね。エギよりかこれイラ続き向きですよ。確かに結構波が来るのだ。行け。あ、向こうにいる人エギングだ。エギングの人いましたよ。同行の死を発見。ちょっと安堵したのだ。怖え。撤退するのだ。めちゃめちゃ来るやんけ。穏やかな内落下行きましょうかし。やっぱり荒れてる中じゃエギの動きわかんないですからね。エギングは荒れたところには向かないのだ。繊細な釣りなのね。2つやった人も帰ったか。なかなか早い。海来たやばいな。いや、全くわからん。何の目柄へ来たの？知らん。安定の海藻なのだ。なんかもうね、勝手にダバダバと持って行ってくれるあたりが出てほしいもんすな。うわ、すげえこれ。海藻つきすぎ。見たところですね、上から行けないんで、ここを取って下のところしかないですね。堤防に行くので。波が上がってきたら帰れなくなるパターンですね。今揚げ潮なんで、まあつっても10分ぐらいしかやらないでしょうから。いいですよ。見ただけだと滑りそうなんだけど、スパイクはこういうところによく噛みます。そして、あー確かに、あ、こっちからも行けそうだな。なんかそっちの方がハードっぽいけど、漁港作られてるんですけど、かなり無理やりな作りですね。古い堤防ね。いいねこれ。 いつも人がいる人気の堤防なのだ。最高です。いい感じにえぐるちょりますな。バン。本当にその時なんかっちゃうの、これ来んのか。
風の人が帰っていきます。場所変えてやったけどダメだったんですね。何が悪いか分かんないですよね。まあ時間帯はあんまりいい時間帯じゃないのは事実ですね。今だいたい上げ2部か3部ぐらいな感じです。今日の夜の8時ぐらいが満潮のようなんですよね。ですんでまだ潮動き出してから2時間ぐらいしか経ってないんで、当たりらしいもんでもう1回ぐらい出ないかな。一回全く分かんないんですよね。まともなエギングの竿を一つも持ってないんで、まあ、そういう意味じゃイカに投資なさすぎなんですよね。エギだけ安いのいくつか買ってるだけなんで。いつも無駄に買うのに珍しいのだ。新夏、ね、5時前になってきたんで、まあ、夕まずれ やった方がいいんでしょうけど、いや何とも言えないこのエギのよくわからなさで粘らずに5時になったらやめたいと思います。諦めが早いわね。本人も釣れるとは思ってないのだ。気持ちが持たない。ここは雰囲気はあるんですけどね。無反応でした。いい夕日。いつになったらイカ釣れるんでしょうか。これからもイカを探して釣り続けたいと思います。ありがとうございました。雰囲気変わった。釣り人の信仰を集める神社なのだ。おごそかね。手を清めて。神前では脱帽する。雰囲気のある横丁ね。不思議な感じなのだ。人の姿が見当たらない。たまに観光するのもいいわね。どうかしきるんだ。昭和な佇まいなのだ。酒屋もあるそうよ。ダメ、これいっぱいねんな。よし。はい、5時前になりました。宿でね、ちょっとビールを飲んでいい気分になってきたんですけど、夕暮れが来たらですね、やはりイカ釣りをせねばなるまいと思い、列が怪しい。三保の席のとこでですね、イカは釣れるんでしょうか。ちなみにです、途中の釣り道具屋で安売りしてたんで、
セフィア SS 買っちゃいました。また買ったのだ。4割引きなんで、まあまあ値引きしてくれてると思います。まあちょっといいよ、ちょろっとだけしゃくってみたんですけど、さすがやっぱしイカ用のロットですね。しゃくりやすい、昨日までねスコーピオンで効果あるといいわね。なんつかイカ用のロットって硬いっていうんじゃないですけど、全体的に張りがあるんですね。モデラートじゃないっていうのかな、全体的に張りがあるけど、それなりに曲がってるようでもある。さすがやっぱり特化してるんで使いやすいですね。これだったら釣れるかもしれません。ただですね、宿の人に聞くと今はあんまり釣れてないという話を聞きました。ということでイカ専用ロットを使おうが何だろうが釣れない可能性は高いですね。何でもマグレっていうのはありますから、マグレを期待してしゃくってみましょう。飯は7時半なんでです、大体6時半ぐらいに火が沈むと思いますけど、十分日が沈んでからも飯まで時間があるんで余裕があります。やりやすい。ティップがバス用のグラスロットみたいなのだ。これは何じゃこの音、多分5時です。5時、これ5時のチャイム。観光地でよくあるやつなのだ。おつなもんね。いやー、粋なチャイムでんな。漁港によく響くのだ。漁師町な感じ。なんか味わいあるじゃない。日本海には民謡がよく似合うのだ。ほんとそうね。5時のチャイムが鳴り終わりましたね。専用ロットはしゃくりやすい。確かにこれ他のロットでやるとやっぱりいまいちですよね。86の M っていうオールラウンダーっていうの買ったんですかね。確かにオールラウンダーかもしれない。にゃんこなのだ。イカ食いたい？釣ったら君にあげよう。ここでね、生のイカ食べても大丈夫なのかしら。猫には残念なことですけど、こいつもミケだね。黒色が飼ってるけどミケ猫ですよ。なあミケ猫、もう弱んとしてんね。イカなんてもっと釣れるんかなと思ったけどな、案外つけ釣れねえよな。申し訳ないけど釣れないっすわ。さらばじゃ、にゃんこ、日本にゃんこ、バイバイ。見てるとイカなんて釣るときはバンバン釣れてるみたいな気するんですかね。なかなか釣れんですね。この沈ませるアクションが肝要なのだ。あ、俺釣れた。なんと、マジ？ついに。お、これなんか生き物っぽい。マジか。ついにイカ釣れたっすよ。イカ釣れた、イカ釣れた、イカ釣れた。イカ釣れた。うわ、危ない。これ危険な、危険な生き物やな、こいつ。よっこらしょっと。出た。人生初イカです。やりました。やったね。快挙なのだ。ああ、まあまあなサイズの、これ高イカですね。やったりましたで。屈折3年なのだ。長かったわね。25センチぐらいですか。やった。近くにいた家族連れにあげたのだ。初イカヒットしましたね。竿を変えたら一発だったな。場所がいいのかな。エギングロットバッチリね。何が良かったのか全く分からない。引いたら重かったって、かかってたってこと。美保神社の霊剣新たかなのだ。ついに初イカ釣っちゃいました。ピキは釣ったけどやはり再現性ないな。
連続せずですね、さらに場所移動してきてます。あ、連続するも何もね、釣り方がよく分かってないですから、連続なんかそうそうしないでしょ。釣れたら面白いですけど、さっきのもほとんど引かなかったっすね。ぶっちゃけトークなのだ。よかったっすね。悲しいけどこれ現実なのよね。カイさん来た。これ向こうに大山が見えてます。大山の上の方はまだ雪あるみたいですね。ちょろっと残ってますね。この堤防を進んでみましょう。昭和3年10月、美穂神社聖戦なんとか記念って書いてあるんですけど、よく読めない。まあ、美穂神社の記念のために、記念で作った灯台ね、露灯が作られたわけですね。まあ、しかし変わった堤防だな。あんまし外だとこんな見ないんだよね。変わってるんでないよ。5時40分ぐらいですね。いい時間じゃありませんか。夕闇が迫り、いい感じになってきましたね。翌日から黄砂がひどかったのだ。一匹釣ったんで上等でしょう。ただもう一匹釣れたら嬉しい。もう一匹釣れてもあげる人がいる。相変わらず一匹釣ったもののイカが釣れるっていう感触は全くございません。イカに関しては何も分かっちゃう。外側の方は良くないのかも。内側に戻るのだ。まだなんか来ましたよ。内側に戻った。すげえ。いい決めか。しかんのゴミかな。軽すぎてゴミがかかったと思っている。なんかゴミかわからんところが見せやな、この釣り。お、これイカなのだ。アオリですやん。出た、アオリ釣っちゃった。まだ子供のイカね。コウイカじゃなくてアオリイカですよ。アオリイカやった、釣れた。マジか、釣れちゃった。はい、ありがとうございます。恐ろしいことに釣れますぞってことは、まだ釣れるかも。いやー、イカ釣れるね。ミハイも釣れると思わなかった。その日で2匹本命が釣れるなんて、なかなかこの竿ラッキー竿やな。私イカって全然引け、場所が良かったのだ。釣れてない、素晴らしいね。まだ再現性なしですか。いやー、これ釣ったというよりかマグレが2回発生したという方が近い。それは間違いないのだ。はい、時刻は6時35分になりました。いやー、いいですね。遅くなってもホテルが近くで飯の用意がされてるっていうのが安心感あります。泊まるホテルが見えている。ゆっくり釣れますよ、ゆっくり。見晴らしのいい部屋だったのだ。釣り場の近くに宿を取るっていうのはメリットあるね。大体もこの時間になったらね、とっとと宿に帰っちゃってますからね。夕間詰めはチャンスなのだ。楽しいっす。てか夕暮れ時にアジングやってるようなのと同じような楽しみですね。最近アジングでも釣れてないけど、釣り旅行で唯一今日だけが当たりがあるような気がしますね。あとは全滅するような気がする。はい、この辺りでラストにしましょう。最初にコウイカ釣ったところなのだ。よし、これラストにしよう。ラストワン、最後の一頭。暗くなってきたわね。なんと、お、マジか、来たよ。来た、結構でかい。すげえ、来たよ、来た来た来た。やるわね、奇跡なのだ。イカ来た、イカ、イカよ、イカイカイカ、もうイカ。うえ、危ない、危険。これは神様のおかげね。釣れたけど、あげる人がいない。実力とは思えないのだ。まだ毒吐きそうだな。まだ吐く？まだ吐いちゃう？コウイカって炭をたくさん吐くわね。全部吐くんだったら全部。気をつけないと真っ黒になるのだ。このようなイカがまたまた釣れました。ありがとうございました。ラストに釣れてよかったです。じゃあ、帰りまよ。帰りまよ、帰りまよ。早いか。食べてみたいけど旅の途中だから、はい、やむなしなのだ。以上の通り3匹釣れました。嬉しいんで今日はこれで終わりたいと思います。
それではごきげんよう。今回は非常にバイバイ。まれなことになりましたね。また見てね。日本神社のお守りが効いたみたいです。ありがとうございました。